あともう一度撮影可能ですよ。銀河の果てで出会えた精彩の道しるべ、運命が重なった、大切だと思ったんだ。好き好きっていたくて、ドキドキときめいて、心に苦くて甘い、初めての恋なんです。恋と少しだけ似てるかもね。